こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日食べるのは手羽市カレーです。手羽市っていうのは私が住んでる地元富山で、手羽先をはじめとした鶏料理の、お店、県内でいろいろと展開されてるあのお店の名前です。その手羽市さんのカレーということで、鶏肉チキンカレーみたいですね。パッケージには手羽市のシェフが美味しいカレーを作っちゃいましたと書いてあります。約1年何度も何度も試行錯誤を重ねて、出来上がったカレーとも書いてありますので美味しそうですね。辛さは中辛になってます。それでは早速準備します。手羽市カレーが出来上がりました。ではいただきます。一口目の感想ですが、味わいがとても濃厚な感じがします。さらに今まであまり食べたことのない味わいがベースになってるような、そんな感じがします。美味しいです。ただ少し癖のある個性的な味わいを感じます。今原材料名を見てるんですが、ビーフコンソメ、ガーリックペースト、この辺りの味わいを感じてるのかもしれません。確かにそうですね、ややガーリックの風味を感じますし、何かこうとても深い味わいという気がします。入ってる具材としての鶏肉はあまり目立った感じはしません。とにかくカレーのソースに個性があります。完食しました。ごちそうさまでした。濃厚な味わいでした。私にとっては好きなタイプ のカレーでした。やや辛めの中辛具合がとてもいい感じにも思えましたし、途中で言いましたけど、その濃厚なソースの中に、ビーフコンソメ、ガーリックペーストなど他のカレーにない材料を使っているということで、オリジナリティも感じましたし、美味しかったです。手羽市さんなんですが、私の自宅からそう遠くないところにお店があります。私はまだ一度も行ったことはありません。今日このカレーを食べて一度お店の方にもお邪魔して、鶏料理、焼き鳥、手羽先食べてみたいなと思いました。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。
ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。